い、どうももじゃもじゃでございますって言ったところでですね、どうですか皆さん、この景色、雪景色ね、すごいですよね。はい、ということでですね、今ね雪景色を見ていただきましたけども、今回の動画から山形特集ってことになっております。イエーイ、山形です、山形です。昨年からですね、山形市さん、まあ、その他もろもろ佐賀市さんとかいろんなところにですねご訪問させていただいて、まあヒアリングフレイルをね、いろいろと山形県内で啓発いただいてるんですけども、まあ、その関係でぜひとも、まあ、コミも含めてヒアリングもフレイルも含めて山形県内ではですね非常に盛り上がっております。まあ、なのでぜひともそういった聞こえに対して大切にしていただける方ともお会いしていただきたいし、どういうふうな取り組みをしているかっていう部分もですね、ぜひとも山形県外の方もですね見ていただきたいということで、今山形が熱いぜということでですね、山形特集を配信してまいりたいと思いますので、よろしくお願いします。で、あの動画に関してはもう8分とかじゃなくて、まあ、短い動画もあると思いますけども、ぜひともあの山形市で聞こえに頑張っていただいている方、聞こえの配慮をしていただいている皆さんをですね、ぜひとも知っていただきたいなと思っていますので、動画をお楽しみに、してください。もにゃもにゃ、ポジティブでいること。あれ何の質問だっけなみたいな。ポジティブでいると確かに声は、ね、変わりますよね。でもそうね、やっぱり気持ちの上でやっぱりこのぐらいのね、キーの高さの声を出すってなると、はい、きついわねとは言われなかった。いやでもやっぱりあの声が高いと、高いってあの山形ではのお年寄りは特に声が大きい小さいのことをあの声が高いって言われ、はい、結構言いますよね。あのまずは世界的な医学誌のランセットがありまして、はい、であのランセットはやっぱりあの前全山形市って実際65歳から聴力の低下がどんどん進んでいるように見えますね。でどん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 年齢を重ねると、80歳だと 84.3% の人が男性が、やはり難聴になっていると。あともう一つよく使っているのが、はい、あの入所されている方の家族の方が面会にいらした時です。あ、なるほど、はい、面会ですね。はい、面会の時ですね。で今あのやっぱり感染症が流行ちょっと待って。